なんか見える時って突然だったりするよね。まあ分かってよかったというわけで、私は進んで、あなたたちはなぜここが、やっとですよ、全然たやすくないです。全然たやすくないです。例の駒です。やっぱ駒なんだ私たち。ワタオンっていうのがドライバーね。武流なく幹部たちを片付けて満足すればよかったのに。ああ、この人たちはこの人たちで別の何か目的があるっていうことかな。はい、暁のドライバー行きましょう。名前で呼ばせてくれない。あ、崩れない。ヤイギリ結構スイッチ早っ。あ、いや、最後まで信頼度があるからか。おお、あー崩れたね、崩れたよ崩れたよ崩れたよ。ナイスライジング。あ、連打しすぎた連打しすぎた。スマッシュスマッシュ。全然敵の動き見てなかったわ。暁、約束は？約束って何？覚えてます？なになになに？あっ！え？これで終わったと思わないでくださいね。スペルビア帝国に歯向かおうと反乱を立てて、企ててるのはブリューナクだけではない。興味深いですね。うわぁ、彼と追いかけた理想。あなたにたった一つの手がかりを残すだけでもあなたは必ず行動し、私たちの歴史に心を刻むはず。あ、今なんて言った、何に栄光って言った。リンドブルームに見えた。暁を倒した証拠。なんか言ってたよね今。いい知らせを期待して。何が出るかな。500年前に、じゃあ違う違うよね。500前に沈んだ国の中の一つ。なんか二つぐらい国出てきて、もう一つ国出てきてないような記憶があるんだけど、ちょっとあれですね、怪しいですね脳の記憶が。よし、ついでだから探索しよう。あー進んでよかった。落ちないでね。進んでよかった。いや、わかんない時ってほんと死にそうな顔してるんですけど。いろんなとこに穴があるね。何が出るかな。いや、わかっちゃったらね、もうすごい、もうなんかすっきりしますね。めっちゃ嬉しいですわ。どういう風に探索していけばいいかな。とりあえず下に落ちる前に上を探索しきりたいよね。事務室連絡前通路。いや、裏から鍵がかかってるっていう話じゃなかったっけ。あ、違うわ、向こうからも鍵がかかってるだったわ。鍵を取らないとダメなんだ。向こうから鍵がかかってる、危な、向こうから鍵がかかってるは、向こう側から行けば開くけど、鍵がかかっているは鍵がないと開かないですね。どっちから行こう。あ、ん？こっちだったっけ。あ、こっちだ。こっちの2つあるんだよね穴。こっちの方が怪しい。どう？熱資源生成作業室。何これ。あっ、何これ。拾いたい。あ、旧市街連絡通路の鍵。オッケー。ほんとそういうのいらないから。で、これで向こう側が開くようになったと。もう一つの穴なんだろう、ちょっと気になるので行きましょう。あ、その前にここ開けとこう。よし、開いたー。ここでかなり動いたね。いやー、すっきりすっきりですよ。で、こっから、
こっち側の大きい穴に入ってみる。あんま変わんないか。一緒か。ん？反対側、ああ一番最初に落ちた時と同じ穴。こことここが開いてなくって、ああじゃあもういいのか。はあ、あー時間かかった。わあなんか急にすんごいロケーションが出てきた。あーやったね。あとはこっち側の探索をしたらいいね。ここはまだだな。ここはどうだっけ。いやここは多分来たな。なんかお母さんが言ってる。で仮想のここにまだ行ったことがないんだよね。でここは強い半ザック荒野だね。ここもちゃんと探索してない感じかな。よし、ただいま。はい、倒しました。依頼の物です。コアクリスタル暁のものです。証拠品としてどうぞ。はーい、そうですね。ああそういう話もして、あ、リントビブルム、なるほど、傭兵団の話、傭兵団じゃない、そういう反逆小組織の名前だったのか。なるほど、いろいろ暗躍してますね。はい、反帝国組織の調査終わりました。マグネットチップ。反帝国を企てる組織は他にもあると暁のは言い残していった。ストール議員によると情報はないというが、続きそうですね。ちゃんと覚えておきましょう。うん、まだまだ成長できるみたい。やったじゃん。ホタルの好きなもの、好きなものやっていこうか。草花とか大丈夫。これなんだ。お、八重切り、そうだ。そよ風から暴風まで何でもいけるよ。うん、なんだっけ、イグナー、もうしまいなの、仕方ない。次のちょっと知らないやつもあるからな。そう、グーラのこれがわかんないんだよね。雷撃だから雷の時じゃないとダメなのかな。雷の時にあれするか、探索するか。これやんないと次行かないもんね。次にですね、テンペランティアの探索をしたい。ここにクエストあるしね。でどうやって安全に下に降りれるんだろうか。あのアルズあるんだね、ずっとあそこに。なんかこの先が微妙に坂になってるっぽいから、こいつは、あーちょっと厳しくないですか。なるほどな。ギャノだよね。あ、オッケーオッケーオッケー。あー全然全然坂になってなかった。これ下行くのどうするんだろう。頑張っていけるもんかね、タランチュラ。あーダメなのでは。あ、やった、生きてる、やったやりました。ドキドキ。じゃあ下降りて探索だ。どうする、広すぎるわ。広すぎるわ。どうしよう、とりあえずあのクエストを行くべきなのか。いや、どうなんだ、とりあえずランドマーク欲しいよね。あの敵のレベルが見えない。敵のレベル見えないね。ジャガー、あー42とかもいる。ほうほう、こっち北はそこそこあれなのかな。とりあえず下のランドマークが欲しいな。ロケーションか。私の知識によるとめっちゃ紫ですね。あの持ってない鉱石
で、あのアシストコアの素材がいるから、ちょっと最初は積極的にやっていきたい。結構鉱物手に入ってるよね。この下なんだろう、なんか出る。ここが聖杯の鉄槌なの。ああ、鉄槌、何が出るかなっと。その昔ここに後ろの今後ろについてきてる方が何かしらをしたというお話もありの。何何何何、発掘ですか。言っていいの。発掘ですね。発掘したい。お宝回収。回収。落ち着け。あ、お、忍耐力足りなさそう。忍耐力ね、今無理だと思う。やめて、死にたくない。死にたくない、死にたくない。あ、ゲームだ。よし、今二人とも君たちの心を聞かせて。傭兵団に行ってるかな。あれってお話できる系の子だよね。なんかフォックネスだっけ。私の知識によると傭兵団行ってますね。なんか強さが20以上のやつの傭兵団だと結構レアで固めちゃうから、不在のことがありますな。何が出るかなっと。スノーなんちゃらじゃん。ボースだわ。すごい場所だねここ。見つけたね。来たー。感心感心。聖戦の壁。ほー、ランドマーク発見。これで安心である。あれ、この辺さっき今、あ、あったあった。確かに壁っぽい。知識によると、オッケーオッケー。今どんな感じ。おー、オッケーオッケー。ここってさ、天気良くなったりしないのかね。前もどれどれストーリーできた時曇りだった気がする。晴れにしたくて何回かあの行ったり来たりしてたんですけど、雷みたいなのか曇りにしかならなかった気がするような。たまに天気がいい日もあるのかもしれないけど。こっちが地図出しなかった。こっちであれが行けるようになるのかな。あれです。何、アントル。あー、そんなのいたの。わー、死んじゃいそう。いや大丈夫か。これ歩くの早くなってることによって逃げやすくなったりしてるかな。よしよし、ちょっと休憩して。これあ、だよね。マジか。え、可能なの。え、こっちだっていけるもんね。絶対この先何かあるよね。ダメージ軽減の権利書をたくさん手に入れたら、かつレベルが高くなったら、な、泳いでいけるようになっちゃう。あ、そんなことしなくても登山でいけそう。あ、待てよ、ちょっと、とりあえずこの降りていいのか。降りて上がるのが大変なんだよ。あー、やだ、やだ、やだな、やだな。何ここ。スマッシュ。
やったやっと動画内でできたやっとできた。これこれ何もないの？あったあった発掘発掘発掘する。もうそこのお金なんて気にしない。かんち、あ、ち、ち、ち、あと2、ち、あと2、ちぐらいにはいける。これはいいものなのではなかろうか。いただき、いただき、イエー。検討者のではレベルが高い敵と戦ったらこれがユニークかどうか見ます。一応ファンあ、ユニークじゃないね。で、いいや。あの、図鑑とかもないし、なんか、そんな戦わなくてもいいかなって感じ。かなーかなー。どうしよう。死を覚悟？死を覚悟？死を覚悟しません。私はちゃんと生き残る。生き残ってみせる。休憩しつつ、あ、ちょっとコモンブレイドから変えとこう。この先行けるのかな。あ、厳しい。あ、ちょっと待って待って待って。こっから先ってなんかいいことある？あ、いや、特にない。自己満足。自己満足の世界かな。とりあえず休憩して。これジャンプ力の権利書とかあるのかな。この辺で休憩したい。この辺で休憩したい。あ、待って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 、やばい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 。いいな、君たちは HP1 で死なないから。駆け巡ってみよっか。なんかないかな。いいよ、相手になってやる。ここで、あー、まあいいでしょう。さっき向こう側の細い道から行きましたので、こっち側に行こうと思います。そういえばさ、あの、私やっとこの間パート1を上げたんですけど、あの、え、なんか乗ってるんだけど、イグナ乗ってるんだけど、へー。で、それを上げてからの私の感想なんですが、まあみんなゼノブレイド2好きなんだなって思ったのと、なんかやたら、輪っかのボタン、B ボタン押すやつあるじゃん。あれのタイミングが違うってやたら突っ込まれてて、なんか私あんま全然気にしてなかったからさ、別に自分がミスしてたことに関して。なんで気にならなかったんだろうなって思ったら、ゼノブレイドクロスでね、あんまりね、押せることが少なかったんですよ、完璧に。なんか難しくって、早すぎて。早すぎて、ゼノブレイドクロスなかなか押せなくって、どれどれ、あんまり気にしてなかったつか、なんかできないことが当たり前ぐらいな感じだったからさ、そこで私は B ボタンを完璧に押すという精神がなくなってたんでしょうね。だからあんまり気にしてなかったんだなって思った。どれどれ？ドクターの泉。そう、まあゼノブレイドクロスをやってた方は分かってくれるかな。うん、なんかびっくりした。だから私もそんな感覚が自分にあると思ってなかったから。まあそうよね、回数重ねてくるとね、いろん余裕が出てきていろんなものも見えてくるから、あ、そういえばちゃんと B ボタンもきちんとしなきゃなって、回数重ねてここが正解なんだなとか、サルベージとかもあるし、まあそんな感じですねちゃんと日本語喋れてたかな。やばいね、ここ真っ青だよ。なんだろうね、なんでこんなことになっちゃったんだろう。そしてさっきね、私白い宝箱が見えたんですよ。もう絶対に、あ、何がいるんです？会場ですよね。あ、ナイス。みんな開ける気満々やん。ね、頼む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 。
待って待って待って、バカ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 なんでそんな、これは取りたい、これは取りたい、よし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 、もう死んでもしょうがない、もうしょうがないしょうがないよしょうがない、いや、いけるのか、いや、いけそう、いや、どうなんでしょうねあ、いけるんで、いけるいけるんだったら、行きたい、あー、いけ、いや、そっちの感じじゃない、そっちの感じじゃない、いいよ、相手になってやる、待って、相手になりたくない、相手になりたくない、登った、登ったあー、よかった、首の皮一枚つながった、真ん中のあそこ気になるけどね、気になるよね、あの45、あの45、あ、いけるんじゃないの、よっと、オッケー、どれどれ、君たちの心を聞かせて、お、いいね、持ったことないやつだったら嬉しいな、いや、持ったことないやつがこんなところで出たらここでしか取れないイコールまた来なきゃいけないってことになっちゃうからね、あ、夜になってきちゃったね、恐竜見える、今目の前に恐竜が見えるんだけど何ですか、サウルスですか、君たちの心を聞かせて、聞かせてほしい、いけね、あ、ボルフ、う、痛い痛い、そこそこ痛い、ちょっと待って、今地図が全然分かってないんだけど、てかめっちゃ恐竜来てるんだけど、どうする、こっち行っていいの怖いよ、いやいや、どうしよう今地図どうなってんの、あ、でもいい、あー、気になるでもこういうとこクエストの先だったりするかもしれない、かもしれない、かもしれないから、まだやめて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 、あ、でも51ぐらいだったら一発ぐらいは耐えられるのでは、戦場ヶ原、ほんとね、もう戦場の真っただ中だよね、ここ、あ、引っかかってる、ついてきてる、そこそこ頑張ってついてき、来られてる、上にも注意しなくっちゃ、ちょっと明るくするね画面、ここは夜でも昼でも、よし、あそこにもあんの、どういう地、あ、これクエスト、こんなとこにあんの、見つけたで、スペルビア駐屯地、へえ、あー、ムービーのとこってあそこかな、なんかムービーあったよね、だいぶ前に見たからちょっと忘れちゃってる可能性もなきにしもあらず、アグリカルチャー得意だぞ、よし、でもランドマークがあったから、ふう、クエストの子もいるね、ハムさん数は揃ってるな、面白い話聞かせて、アルス兵器の発掘は中止するよう陛下から命令があったのに、ルゴデリッヒが無理やり再開させた、だから強力なブレイドを連れたドライバー兵なんかは派遣されなかった、あー、なるほどね。トレイグ。道は、500年前、大戦の主戦場だった。やっぱり、やっぱりな感じの穴だったんですね。なんで？あ、アルス兵器のすべてを理解できないから、あ、爆発事故が起きたと。ほんとね。どれどれ？ここが職場ってね、なかなか精神からえぐられてくるよね。異常なしと。いや、異常ありまくりだけどね、ぶっちゃけ。こんなとこ強すぎて嫌だよ、怖いよ。どれどれ？イメ、イスメと、あそこにもなんかあるね、同じようなやつ。これなんだ？地層を掘ってなんかする機械なのかな。お、めっちゃ出てきた。
受けて大丈夫かな、強いかな。こんにちは。うん、メレフサと共にアエシュマを倒したとか。腕の立つ系か。昔対戦で使用された兵器の残骸。ふんふんふん。あ、研究してんのか。なるほどね。うおー、まずか。4個か。ユーデキウムの遺産。え、今私見えてた？あ、上出てる。ありがたい。すいません、現代人忙しくって。どっち？兵器の残骸、重いよ。任せて。あ、ありがとう。過去に思いを馳せるのも良いものです。良いものですね。黒金のサークルピラー。よし、1個目。地図を見ます。あの辺。オッケー。じゃあ行こう。変なところじゃなくてよかった。何あれ？どれどれ？あれ？ターキンじゃないよね。ガウルス。この辺、サルベージ、あ、そっか、サルベージあるね。また今度録画せずに、サルベージしに来ようかな。あと、録画せずにもしかしたら、探索も済ませてるかもしれない。もうなんか宝箱ぐらいだったら、動画外でちょこちょこちょ撮っちゃってます。まあ、録画してない場所で、あ、うっかりロケーション発見してしまったとかもあるけど、なるべく秘境とかは、動画に収めていきたいなとは思ってるけど、難しいね、なかなか。よいしょ。どれどれ？どれどれ？こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。着々とよいしょ。あ、この先何？見るだけ見てみようか。ロケーションは出るかも。さて、何かなぁ。あ、何、闇の力を感じます。何が出るかなって。え何、いけなくはないと思う。いや、いけないか。めっちゃ待って、なんか封印されてる。この光景、日記につけておきましょう。はい、日記につけとこう。ね、なんか封印されてない、あの氷の中。強そうです。これニアが好きなんだよね。スペルビアベアの木彫りは尻尾が可愛いんだよね。素敵だね。よし、ここまで来た。で、この、とりあえず上のを取っていきたいよね。下はいつでも行けるとして、大丈夫。押せるだけ押そう。はい、押したもん勝ち。任せて。はい。過去に思いを馳せる。思いを馳せます。もう一個は？あと二つだよね。下っぽいかな。うん、どうしよう。じゃあ、落ちる。怖い。ああ、だよね。液道な。ああ、大丈夫かな。よいしょ。ああ、だよね。滅の斬撃。これ、索敵の人多すぎない？あー、どこにあるの？どこにあるの？上じゃない、下じゃないのかな。めっちゃいる。下じゃないっぽいね。宝箱があるぐらい。採取もしたいけど無理だね。レベル、62しかない。HP やべえ。よし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 。
上の、嘘。でも守るなら大丈夫。遅いから。ダン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 。トトトトトトトジャガールのねじろう。ジャガール。え、ついてきてる？え、マジ？マジかよ。覚悟を決めるのじゃって覚悟を決めるしかなかったよし、こっからかい。しっかりしてよ